元宮三郎第17話、紅屋のゆすりというお話でございます。神田御賢町に紅屋多平という、この人は、えー、両替商ですとか、また小物を商っております男、体操を手広くやっておりまして、店先には5、6人の番頭手代を従え、えー、高貴な方々とも取引があるという、こういう方でございます。この店に入ってまいりました二人の男女。 一人の方はと見てまいりますと、お屋敷風の着物を着て一見いたしまして大変に高貴なお方。年の頃は二十七八になりましょうか。水も滴るようないい女。男の方はと見てまいりますと、これが、まあ、家来のものと見えますが、かぼじゅう、傷だらけの男でございます。ああ、これこれ。主はおるか。こちらにおわすお方はな、 仙台様の奥向きを務めておいでになる、もみじのつぼね様じゃ。まあ、この度おめでたがまってな、いくつかの小物を調べておる。どうだ、ここでいい品を見せてもらいたいんださあ、これを聞きますと、大喜びでございまして、少々お待ちくださいませ、と番頭が奥へと駆け出してゆく。やがて、 主が出てまいりますと、まあ、これはありがとうございます。私が主、ベニヤタ平でございます。ここでは何でございますので、どうぞ奥の方へと、奥の座敷に案内をする、お茶が出てくる、お菓子が出てくる、大層なおもてなしの輪と、ずらっと並べられました。これが見事な品ばかり。 一つ一つとお手に取っておられましたつぼねさま。いくつかの品を選びますと、これを五穀屋敷に届けくれますようにと言いおいて、この場を立ち去ろうといたしましたが、これを後ろで見ておりました小僧が、何やらボソボソっと番頭に耳打ちをいたしました。ああ、お待ちくださいませ、お待ちくださいませ、つぼねさま。なえ、何でございますな。その、 たもに隠されました串を一つ返していただきとうございますが、これを言われますとつぼねはさっと顔をあからめた。聞いておりましたこの侍の方が生きり立つのも無理はない。あれ何を申されるかそれでは何か、つぼね様が説盗を行ったとでも言うのかいや、そういうわけではございませんが、あの、見たものがおりまして、 は元に隠されました串をお返しいただきともございます。さあ、これ大変なことになった。生きり立ちました家臣の侍が、つぼね様、このままでは盗すとのお命を着せられるばかり。お恥ずかしゅございましょうが、着物もお脱ぎくださいませ。衣類を改めさせていただきましょう。俺れ、貴様ら 万一、つぼね様に何もなきぼりには、ただではおかぬからなよいのさあ、これを言い終えますと、つぼね、しぶしぶその場に置いて着物を脱ぎ捨てる。これを持っておりました、侍が。よいか一度、これを調べてみる。万一、串が出てこなかった若月には、どうなるか覚えておれよよいの言いますと、バサバサバサ すこの着物を振り出した。すると、田元の中からポロッと口が一本落ちてまいりましたから、ほら見たことか、口が出てきたじゃないか。ああ、ぬすっと竹けしとはこのことだね。誰か、誰かいるかい番所に行ってきてもくれ。ぬすっとだよ番頭も主人も大騒ぎでございます。待て待て何を思いましたかこれを一度制しました侍が。 その方ら、ただいま落ちてまいったこの櫛よーく見てみるがいい。え言いながら、主がもそろぼそろ串を手に取ってみますと、こうはいか自分のうちの櫛ではろうと思い込んでおりましたが、見たこともないような串、ベニヤの櫛ではございません。 出しましたさあ、一度その場にひれ伏すばかり。貴様ら。よくもつぼね様にお命を着せようとしたな。ただではおかぬから、その場で治れ。<laughs> なんと申し上げてよいやら、どうか、どうか命ばかりはお助けくださいまし。まるで米つきバッタのようにピクピクするばかりでございます。 何を思いましたかその侍の口調がだんだんと変わってくる。おいおめえらよくもつぼね様に疑いかけやがったな。とんでもねえことしやがって。ただじゃおかねえからな。見るもの見せてやる。まずこれを見よと、どこに隠し持っておりましたかデバボを帳簿抜き立てますと言うとその場にザクッと差し込んだ。 さあ一度は震え上がるばかり言われるままによさぶろうとおとに200両の金を渡したあの皆さんもう分かっておいただと思いますがねさっき入ってきたのがおととよさぶろうでございますよなんかね悪事を主導しましてねここで芝居を打とうということでベニヤに入ってきたわけでございますね さ2二百両の金を手に入れることができました二人、大喜びでございます。ニコニコしながらここも立ち去って参りますが、こんなことも繰り返しておりましたら、そりゃ噂に立たないわけはございません。傷だらけの男でございます、よさぶろうと、そして水も滴るようないい女で割るおとみが、数々の悪事を繰り広げて参りましたので、江戸中はこれ大層評判と相なります。 よささん。ずいぶんあたしたちのことが広まっちまったね。ここらでちょいと静かにしてなきゃならないじゃないかい。そうだな、おとみ。それじゃ一体どうするか。そうだね。どうだい茶屋の株でも買ってさ、しばらくのんびりしようじゃないか。花の頃になったら、またカモが来るかもしれないよ。そうだな。それもよかろう。さあ、この二人。 これから茶屋の株を買いまして、また新たに悪事をやろうという、まあ、このお話の続きは次回の連続でございます。